俺の名前は龍崎翔。中継のビール会社で営業マンをしている。龍がかけるなんてすごく男らしい名前だけれど、完全な名前負け。小学生の時から引っ込み思案で内気だった俺は、大学でも陰キャとして有名だった。そんな俺がいくつも面接に落ちて、やっと採用されたのが今の会社だ。特にビールが好きだというわけではないけれど、就職して5年、うだつの上がらない地味サラリーマンを続けているけれど、そんな俺にもチャンスが訪れた。いくつものコンビニを展開する会社の部長になぜか気に入られて、名指しで商談を任されたのだ。上司は大喜びで、手のひらを返したように俺を叱咤激励した。龍崎、お前の肩に社運がかかっている。ここで男になるんだぞ。背中を叩かれて商談に送り出された。先方の都合で朝の8時に商談の約束をしている。通勤でごった返す駅を抜け、俺は大通りを歩いていた。信号待ちをしていると、向こう側で信号待ちをしている人々の間から小さな男の子が横断歩道に飛び出してきた。危ない！とっさに目を背けてしまう。何台もの車が急ブレーキを踏む音が辺りに響き渡り、人々のざわめきが聞こえた。そっと目を開けると、髪の長い女性が男の子を腕の中にかばい倒れていた。女性の頭ギリギリのところで車は止まっている。何やってんだバカ野郎！運転手の怒鳴り声が聞こえた。男の子は泣きながら女性の腕を抜け出して、母親とおぼしき女性に駆け寄っていくけれど、男の子を助けた女性が動かない。その時信号が青に変わったので、俺は走ってその人のそばに駆け寄った。大丈夫ですか？と言おうとして、俺は固まった。目の前で倒れている女性は、いわゆる特攻服というやつを着ている。真っ白な特攻服の背中には朱色で東京なでしこと書かれていた。そして特攻服はボロボロに破けている。うわ、これ関わり合いになったらやばいやつだ。ピクリとも動かない女性の顔はあちこち血がにじんでいた。きっと殴られたのだろう。誰かいないの？助けてくれる人いないのかよ。キョロキョロ周りを見回すが、みんな知らん顔だ。信号が点滅を始めたので、俺はとりあえずその人を担ぎ歩道へと運んだ。その時、女性がうめき声を上げてうっすらと目を開けた。大丈夫ですか？恐る恐る聞くと、女性はかすれた声で、あの子は、と聞いた。あの子？ああ、あの男の子か。大丈夫です。無事にお母さんが連れて行きました。そう、よかった。そこでまた目をつぶってしまった。その瞬間、俺は自分に腹が立って、猛烈な怒りがこみ上げてきた。この人が誰だか知らないけれど、こんなになってもあの子のことを心配している。なのに俺は、迷いの吹っ切れた俺はすぐにスマホで救急車を呼んだ。上着を脱ぎ、女性の肩にかけてやる。すぐに救急車が来ます。しっかりして。余計なことすんじゃねえよ。女性が俺の手を振り払おうとする。その手をとっさに握りしめた。いいから言う通りにしてください。怒鳴り声に驚いたように女性は目を開けた。初めて目が合う。女性が少し笑ったような気がしたが、そのまままた目を閉じてしまった。しばらくすると救急車のサイレンの音が聞こえてきた。一緒に乗り込んだ俺は、あまりに非日常的な事件との遭遇に商談のことをすっかり忘れていた。
思い出したのは病院について女性がストレッチャーで運ばれていった後だ。慌てて取引先に電話をして担当部長に謝罪した。もちろん訳も話す。なるほど、人助けをしていたら商談のことを忘れたと。優しい声が逆に怖い。はい、本当に申し訳ございません。すぐに向かいますので。ああ、構わんよ。どうかそのままその人についていてあげなさい。非常に素晴らしい行動だ。うちとの取引などそりゃ忘れて当然だわな。あ、いえ。君にとっての優先順位は我が社は一番ではなかったことが分かってよかったよ。いや、本当に尊い行いだよ。では失礼。突然切れた電話を呆然と見つめる。もう一度かけ直す勇気など俺にはなかった。ひとまず会社に電話して報告する。もちろん大激怒されて、こちらも一方的に電話は切られた。終わったな。よくて左遷、悪くて首か。何も考えられずにぼんやりと椅子に座っていると、治療室から看護師さんが出てきた。終わりましたよ。患者さんがあなたにお話があるそうです。どうぞ。のろのろと立ち上がり治療室に入った。あちこち包帯だらけの女性が簡易ベッドに横たわり点滴を打っていた。聞こえてたぜ。いきなり言われて何のことかと首をかしげる。あんた大切な仕事を放って私に構ってたのかい。とんだおせっかい野郎だな。電話で必死に謝っているのを聞かれていたと分かり、俺は少々ムッとした。命の恩人にその言葉はないでしょう。はっ、こんな怪我で死ぬわけねえだろう。生意気な口ぶりにますますムッとする。すると突然女性は起き上がり俺に頭を下げた。改めて礼を言わせてくれ。私は上条ゆま、東京なでしこで総長をしている。今回はとんだ迷惑をかけちまったみたいだ。私にできることがあれば何でも言ってほしい。先ほどまでの無礼な態度はどこへやら。神妙な面持ちでユマと名乗った女性が俺を見つめた。いや、あなたこそそんな大怪我をしていてよく子供を助けるために飛び出しましたね。感動しました。ユマって呼んでくれ。大したことじゃないさ。当たり前のことをしただけだ。なら俺だって当たり前のことをしただけです。そこで俺たちは微笑み合った。笑うとユマは突然幼い印象になる。16、17歳くらいだろうか。どうしてそんな怪我をしていたんですか。ずっと気になっていたことを聞いてみる。ユマは肩をすくめた。レディースの総長が怪我してりゃ喧嘩に決まってんだろ。敵対してる族に騙し討ちにあったんだよ。仲間を逃がすためにおとりになったら、あいつら遠慮なくボコりやがった。悔しそうに唇を噛み、この落とし前はきっちりつけてやるとつぶやいた。女の子が喧嘩なんてしちゃダメだよ。ご両親が心配するよ。するとユマはキョトンとした後、大声で笑い出した。ご両親は、私が族の頭張ってることを喜んでるよ。なんたって、うちの親父は裏の世界の男だからね。娘が強くなるのは大賛成さ。負けたままじゃ、それこそ親父に殺されるよ。なお笑い続けるユマを見て、俺は背中に寒気を覚えた。これ以上関わるのはやめよう。まあ、その、大した怪我じゃなかったみたいでよかったよ。それじゃあ俺、会社に戻るから。逃げるように背中を向けると、待ちな、と言われる。いつか、必ずこの礼はするよ。あんたがピンチの時に、必ず私が助けてやる。名刺をくれよ。脅すように言われて、いえ、
結構です。これ以上関わり合いたくないので、とは言えずおずおずと名刺を差し出した。今はそれを大切に胸にしまった。ありがとな、龍崎さん。あんたのこと忘れないぜ。そう言って笑った笑顔は眩しいほど綺麗だった。その後、俺は左遷も首も免れたが、官職へ追いやられた。資料整理課と呼ばれる年寄りばかりの部署へ追いやられて、毎日資料整理をしている。もしもあの時、ユマを見捨てて商談へ向かっていれば、全く違う人生が待っていたのかなと想像して、首を振る。何度やり直しても、やっぱり俺はユマを放ってはおけなかっただろう。自分の人生の中で唯一本物の勇気を振り絞れた瞬間だった。せめてそのことを誇りに思って生きていきたい。だから今を後悔したくなかった。ならば与えられた環境で精一杯頑張るだけだ。どうしても嫌になったらまた仕事を探せばいい。それくらいの根性は見せてやると思い、日々淡々と仕事をこなしていた。そんな風にして、気づけば3年の月日が流れていた。俺は俺なりに頑張ったおかげなのか、今は課長になっている。もちろん、資料整理課の課長だが。ねえ、聞きましたか、課長。古株の荻原さんが、俺のデスクにコーヒーを置いて話し始めた。今度うちが発売したスパークリングワイン、あれやばいらしいですよ。やばいって何が？社を挙げて大々的に売り出したのにさっぱり売れないみたいです。大手居酒屋チェーン店と取引する約束だったのに直前でキャンセルされたそうですよ。そうなの？ええ、営業のやつら毎日青い顔してあちこち走り回ってるみたいですけど、ダメみたいですね。まあ時期が悪かったよな。荻原さんがうなずきながら自分のデスクに戻る。時期が悪いというのは、日本でも屈指の大手ワインメーカーが女性向けに新しく売り出したワインの発売時期とかぶってしまったことを言っているのだろう。ビール会社が流行に乗ってワインなんて作ってもダメに決まってるよな。懐かしい営業時代のことを思い出し、俺は書類に目を落とした。それからしばらくして、俺は営業部長に呼び出された。何かの間違いだろうと思ったが、とりあえず第一営業部へ顔を出す。懐かしい顔ぶれが一斉に俺を見た。みんなの目線の強さに、俺は思わずたじろいだ。なんだ？俺、なんかしたっけ？ここを去ったのは、もう3年も前だ。今さら何か叱責されるようなことがあるとは思えない。龍崎課長、いやわざわざ来てもらって申し訳ない。ニコニコ笑いながら、かつての上司が俺の肩を叩いた。商談に失敗した俺をみんなの前でボロカスにこき下ろした男と同じ人物とは思えなかった。いや今日は龍崎課長にどうしても会ってほしいお客様がいてね。お客様？君が非常に仕事のできる男だとは常々思っていたが、私の目に狂いはなかったようだ。いや、実に喜ばしい。は？と聞きかけるのをぐっと耐えた。いつそんな風に思ったのか、ぜひ教えてほしいものだ。さあ、こちらへ。お客様がお待ちですから。まるで旅館の仲居のように、いそいそと俺を応接室に案内する部長を見ていると、気味が悪くなってくる。ドアをノックすると、どうぞと女性の声がした。失礼しますと言って、俺は部屋に入った。ソファーに、スーツを着た若い女性が座っている。俺を見て、女性は立ち上がった。お久しぶりです、龍崎さん。キビキビとした口調で言い、女性は頭を下げた。誰だと思い、じっと女性を見つめる。その瞬間、3年前の出来事が鮮明によみがえった。ユマさん？
はい、覚えていてくださったんですね。嬉しいです。ニコリと笑った顔は最後に見せたあの笑顔と同じだった。髪をシニオンに結い上げ、白っぽいスーツに身を包んだユマさんはすっかり大人の女性に変身していた。こちら銀座でいくつものクラブを経営されているイージスの営業部長です。この度我が社が売り出し中のスパークリングワインをイージスのクラブ全てで使いたいとおっしゃってくださっていてね。とろけそうな顔で部長が言った。俺は何が何だかまだわからない。驚かせてしまったようですね。イージスは父が経営する会社なんです。18を過ぎたら仕事を手伝う約束でいろいろ許してもらっていました。いろいろってわかるでしょ。いたずらっぽく笑ってユマさんが言った。おそらく暴走族時代のことを言っているのだろう。それでね、うちとの取引にはぜひ龍崎課長を担当にしてほしいとご指名なんだよ。もちろんやってくれるよね。俺の返事も聞かずに部長はユマさんに向き直った。龍崎くんは私が特別に可愛がっていた部下でしてね、仕事を一から教えたのも私なんですよ。いや本当に自分のことのように嬉しいですな。笑い声を上げる部長に、よく言うよと胸で悪態をついた。すると次の瞬間、よく言うぜこのたぬき親父がと笑顔でユマさんが言った。部長の笑い声が止まる。あんたらこいつを官職に追いやってたんだろうが、こいつが大事な商談をほっぽり出して人助けをしたって理由でな。大した会社だぜ。龍崎さんがいなけりゃ誰がこんな会社と取引するもんか。吐き捨てるような口調とは裏腹に笑顔を崩さないユマさんはあの頃より数倍恐ろしかった。部長は完全に固まっている。龍崎さんに免じてワインは買ってやるよ。ただし継続して取引してほしけりゃあんたらももっと努力するんだな。死因したが、あんなワイン、本当ならうちのクラブにおける代物じゃねえ。まずは、人を見る目を養いな。いい人材がいなけりゃ、いい仕事なんてできるわけないんだからな。その場が凍りつく。ちらりと見ると、部長が今にも倒れそうな顔をして、ユマさんを凝視していた。俺は、必死に笑いをこらえる。ユマさんの白いスーツが、あの時に着ていた白い特攻服に見えた。悠然と構えるユマさんは、まさに総長の貫禄に満ちていた。龍崎さん、これが私の恩返しだ。借りはきっちり返したぜ。あとは、あんたが頑張んな。右手を差し出されて、俺は迷わず握り返した。もちろん、全力でやらせてもらいます。あなたをあの時に助けられたことは、俺の人生の誇りでした。俺は、その思いがあるからここまでやってこれたんです。楽しみにしてるよ。握手を交わす俺たちを、部長が震えながら見つめているのがおかしかった。その後、俺はイージス担当として営業に復活した。ユマさんや、ユマさんのお父さんである社長は、俺に対してもとても厳しかったが、だからこそやりがいもあった。お情けだけで仕事をもらっていると思い続ければ、俺は卑屈になってしまっただろうが、対等に向き合ってくれるユマさんのおかげで、自分の力を信じることができた。最近、龍崎さん、男らしくなりましたよね。なんて後輩に言われて、笑う。ようやく、少しは名前にふさわしい男になれただろうか。ユマさんと接していると、どんどん自分が成長していくようで嬉しかった。俺にとってユマさんは、どんな男よりも男らしい、憧れの存在だった。ある日そう言うと、思いっきり殴られたけど、ちょっと怒っているような、拗ねているようなユマさんの顔を、俺は宝物のように胸に刻んだ。